士博士の歴史講座。皆さんこんにちは。私は歴史博士の高円寺です。そして私はその助手さくら子です。みんなと一緒に戦国時代についてお勉強したいと思います。ところでさくら子くんは戦国時代のきっかけとなった事件を知っとるかね。はい、1467年に起きた応仁の乱です。ドゥンしかし天下統一ということを考えるときにはそれから100年後のある人物の登場まで待たなければならない。その人物とはこの人、織田信長だ。1560年桶狭間の戦いで日本史に彗星のごとくデビューして以来、100年かけて作られたこの勢力地図をたった20年でこんなに塗り替えてしまったのだ。信長さんすごい。しかしその信長も天下統一を目の前にして1582年家臣の明智光秀に殺されてしまう。本能寺の変ですね博士。ところが光秀の天下も同じく信長の家臣だった羽柴秀吉に倒されたった10日で終わる。秀吉はその勢いに乗り1590年ついに天下を統一したのだ。羽柴？豊臣秀吉の間違いでしょ。羽柴秀吉も豊臣秀吉も同じ人なの。天下統一のご褒美に天皇様からいただいたのが豊臣という名字だったのだ。へえ、戦国武将って簡単に名前を変えちゃうんですね。しかし豊臣家も秀吉が病気で死んでしまうとすかさず徳川家康に天下を奪われてしまう。家康は1603年征夷大将軍になり江戸幕府を開くと、その12年後に豊臣家を完全に滅ぼして日本から全ての争いをなくしたのだ。そっか、それで江戸時代が始まるんですね。その通り。この天下統一の流れを昔の人は織田がつき、羽柴がこねし天下持ち、座りしままに食らう徳川とだった。桜子君分かったかね。はい博士。それではみんな待ってみてね。高円寺博士の歴史講座。皆さんこんにちは、高円寺です。ふう、さくら子ちゃんだよ。さて今回のテーマは、戦国時代は封建制により主従関係は御恩と奉公の関係にあった。さくら子くん説明できるかね。はい。強い領主が弱い領主たちを責めないで領地を認めてあげたり、手柄によっては増やしてあげたりすることを御恩と言います。その代わり弱い領主たちは強い領主のために戦場で戦ったり国を治める協力をします。これが奉公です。見事だ桜子くん。徹夜の甲斐があったね。いやいや、戦国大名は領土を増やすために城を取り合った。城攻めには城の食べ物がなくなって降伏するまで城を兵で囲む包囲と、直接兵で攻め取る力攻めがあるが、まあ、実際には調略といって、領地を今まで通りに認める代わりに家臣になるよう降伏を進めて味方にすることが多かった。これも御恩と奉公の関係があったからだ。じゃあ一番上の人はたくさんの人に奉公されるから楽ですね。ところがそうでもないのだな。これが武家社会はこのように御恩と奉公の結びつきが何段階にも連なる枝分かれ構造となっている。しかし仮にこの秀吉を総大将とする軍団が敵と合戦をして家康が死んだ場合、家康の家臣たちは最後まで戦わず勝手に逃げてしまうのだ。秀吉は困るだろうが、逃げる家臣たちにしてみればいくら自分が働いてもそれを認めてさらに御恩を与えてくれる人、つまり家康がいなくなったので無駄働きになると分かっているからだ。この場合総大将の秀吉には何の義理もないと単純に割り切ってしまうのだ。じゃあ1万の軍勢が戦争に負けたといっても1万人全員が死んじゃったわけではないんですね。そういうこと。みんな分かったかな。でもあったね。さよなら、さよなら、さよなら。高円寺博士の歴史講座。皆さん、今回から私さくら子がこの講座を担当します。題してさくら子ちゃんの歴史講座。今回の講座は休みだと？怪しいと思って来てみたが、これ一体どういうことだね桜子くん。
博士ごめんなさい。一度博士の真似してみたかったです。まったくこれではまるで戦国時代の下克上だぞ。下克上とは実力で家臣が主君を倒して成り上がることだ。でもお侍は嘘ついちゃいけないし、お殿様を裏切ったりしちゃダメなんだよ。それは下克上の考え方を恐れた徳川幕府が江戸時代に広めた常識で、戦国時代にはほとんどなかった。だから主君が不公平だったり戦争に弱かったりすると、家臣は働きがいがないと考えて別の大名のところへ勝手に移ったり、自分が主君に取って代わろうという気になったりしたのだ。渋谷ですね、戦国武将って。桜子君も遠くまでお使いに行ったのに全然お駄賃をもらえなかったら嫌だろ。すっごい嫌だ。戦国武将も同じなのだ。だから戦国大名は家臣たちに与える領地を求めて戦争をし、勝たねばならなかったし、公平に物事を決めるためにたくさんの家臣の意見を聞いたわけだ。またそれらの意見はその大名家の将来をかなり左右し、特に軍師と呼ばれた人たちは様々な作戦を考え、主君を勝利に導いた。豊臣秀吉の軍師黒田助水などは天下統一の立役者とまで言われている。戦国大名っていうと独裁者って感じがしてたけど、実際はそうでもないんですね。わかりました、博士。じゃあ私もこれから博士の軍師として頑張ります。ほんまかいな。みんなまたね。高円寺博士の歴史講座。もうすぐ講座も始まるというのに、桜子くんは何をしとるんだ。突然何するんだ桜子くん。奇襲です、博士。では早速桜子君、奇襲について説明したまい。はい。奇襲は普通に戦ったら負けちゃうなと思った時、相手の意表をついて攻撃する方法です。相手より少ない兵隊さんで戦う場合によく使われました。その通り。北条氏康は川越の戦いで敵の大軍が寝静まるのを待って攻撃を仕掛け勝利した。信長さんは嵐の中をわざと遠回りして敵に近づいて攻撃したんですよね。桶狭間の戦いのことだな。この時も敵の今川義元は信長軍の10倍という大軍だったのだ。奇襲って派手でかっこいいな。しかし奇襲は結果が派手なだけに、その内容は極端に伝わってる場合が多い。そうなんですか。最近の研究では川越の戦いもたった1回の戦いではなく何回も行われていたと言われているし、桶狭間の戦いも昔の資料をよく調べ直してみると、遠回りしたのではなくて普通通り正面から攻撃したことになると言われておるんだ。まそれはそれとして、奇襲を成功させるためには敵に知られないように動き、逆に敵の動きを詳しく知っておくことが大切だ。そうでないとこうなるのだ。びってびって俺。ではまた。高円寺博士の歴史講座。なんだね、あの猿は。友達のペットです。預かることになっちゃって。というわけで、今回は鉄砲の話。でも鉄砲って信長さん以外の人はあんまり関心がなかったんですよね。それは信長が武田騎馬隊を破った長篠の合戦が有名すぎるための誤解だ。そうなの？鉄砲は
実際にはこのような雨よけをつけて雨の日にも打てたし、数人が代わる代わる打って玉込めの時間を無駄にしないようにすることは当たり前の戦法だったから、他の戦国大名たちも鉄砲の威力はかなり理解していた。じゃあなんで信長さんの鉄砲隊だけ有名なの？それは信長軍の兵能分離が進んでいて鉄砲を効果的に使えたからだ。兵能分離？当時の兵士はほとんどが農民で、普段は生活のために畑を耕し、いざという時だけ武器を持って戦ったのだ。だから訓練もろくにできず、戦場で兵士たちはバラバラに戦った。しかし信長の兵士たちは金で雇い集めた専門兵なので、鉄砲隊も十分訓練をさせることができた。兵隊さんと農家の人をはっきり分けちゃうから兵能分離って言うんですね。兵能分離によって兵士たちが季節に関係なく出陣できるようになったのも重要なことだ。種まきとか稲刈りとかしなくても良くなったもんね。その通り。さらばだ猿、講座に対する無礼はこれで帳消しとしておこう。よろしくね。